用されたの？こんばんは。聞こえてますか？フィルターつけようかな。あ、白すぎ。発表されたんですかね。なんかおめ、頑張ってねって言われたんですけど、どこ情報ですかね。あ、そうだ、思い出した。あ、そう、今ね、なんか今日鏡越しに写真を撮ったりしたんですけど、なんかインスタのストーリーか X の写真どっちか迷って、そう、今日は時間がない声に出演させていただきました。なんか iPad で配信してるんですけど、コメントが見れすぎてやばい。そう、なんかね、静かですよね今日。そう、今日はなんと4時起きでお仕事をしていて、朝のなので本当に眠たいところなんですけど、そう、そう、本当によく起きれたなって思うんですけど、今日はそのお仕事からの時間がない公演だったんですけど、まあ、時間がない公演は2月ぶりで2回目の出演だったんですけども、2回目だったんですけども、もちろん5ヶ月ぶりですし、全体曲とかもシンポジだったりとか、ユニットは転生しても好きでしたをさせてもらったんですけど、なんとね、そのユニットも転生しても好きでしても、なんと2ポジ目をねさせてもらえて、こんな任せてもらえてすごく嬉しくて、でもやっぱりね、すっごい緊張して、本当キミが初めて今日はチーム K2 コに出てたんですけど、本当にキミと同じぐらい同じ気持ちというか、もう全然新しいポジションだから、
なんだろう、もう見る景色とかもう全然違うから、もうすっごい緊張してるし、やっぱりあの1曲目の飯尾のダンスで帽子かぶってるから、本当に、なんか始まってるのか、始まってるんだけど、なんかファンの方を見れないから、なんかしかも本当に見えないの、あの1曲目の帽子が本当に見えなくて、もう足元しか見えないから、もうすっごい緊張して、私今日はね、あのファンの方がねたくさん、あのやっぱ私が K2 公演に出るのは珍しいので、来てくださって、ピンク2本来てくださってるうちわとかみんなの顔もちゃんと見えたんですけど、あの緊張してね、あのそうあんまり目線をねファンの方に送れなかったかなっていうのがね、あのちょっと心残りというか、そうでもあのなのでね、あの緊張してたので本当に許してくださいっていう気持ちなんですけど、そうまさかね2回目出れると思わなかったし、前回は糸みきポジをさせてもらったんですけど、今日は西みおちゃんポジをさせてもらったんです。で前回2月に出させてもらった時に異形のダンスで、あの帽子深くみんなかぶってるルカだけ顔見えてたっぽくて、でもルカもなんか見えたの、ファンの人の顔が、だからもう絶対に帽子深くかぶろうと思って、アーヤがねあの全部教えてくれて、帽子のかぶり方とか、そうだからやってるんですけど、そう転生しても好きでしたもん、前回はラブリンポジで、今回はエナタンポジ、ルカはエッちゃん、エッちゃんって呼んでるんですけど、エッちゃんポジで、衣装もあのエッちゃんの衣装を全部ね着させてもらったんですよ。そういや1曲目本当に、もう本当にあれはねもうすごいです、本当に下しか見えない、本当に足しか見えないんです。でも K2 のメンバーの誰かがめなんか足も誰かで覚えたみたいなの聞いて、すごい、しかもなんか異形のダンスはただ歩くだけじゃなくて、そのあの曲に合わせて歩かなきゃいけなかったりとか、なんかちゃんと決まってて、もうすっごい緊張しちゃって、緊張しておりましたね、そう正直ルイちゃんどこだか分からなかったね。でもなんか本当、なんか本当にダンスを見せる、フォーメーションを見せるっていうのがあのその曲1曲目だから、本当になんかすごいよね。その後今日にじゃないよね、ゆうねちゃんとだったんですけど、告知できなくて申し訳ないです本当に。あのアーカイブぜひ聞いてください。そうしかもユニット明けの日替わり MC もなんとね私がいて、まさかのまさかのすぎてびっくりなんですけど、おしりんさんとふゆっぴとね3人 MC、 初めてなのかな、他のチームがユニット明け MC 出るのだから、それもすごい緊張したりとかでも本当に MC は本当なんか本当に何も考えてなくて、あの MC は本当にその場を楽しんでるんですよルカ、だから本当いっぱい喋っちゃったかなと思って楽しくなっちゃっていっぱい喋ったりとか、なんか途中でなんか話しかけちゃったりいっぱいしたんですけど、あのね面白かった、ユッピーも面白いし、おしりんさんも面白いからね。そう初めて時間がない声見たけど、ルーさんのおかげで安心感、本当にそう MC 多めでしたし、そうルカさんの出演は言ってたんだね、ミナルミコっていうカオタに会ったの、会いました、いやもう本当に嬉しくて、カオリさんにも会えて、ミナルンさんにも会えて、
みことさんにも会えて、そう、みことさんはまひこさん の, あの周年の公演でお会いしたんで喋る機会があったんですけど、みなるんさんとかおりさんは久しぶりだったから、しかもなんとね、みくりちゃん、かおりさんの娘さんのみくりちゃんにも会えて、なんかあのちょっと早めに行ったんですよ、ルカさんの卒業公演は。でそしたらなんか香里さんがメイクしてる時に、あのやっぱ見学するからメイクしてる楽屋にはあの行ったら、あのみんなね準備してるので全然違うとこにいたんですけど、そしたらなんかゆきさんが来て、ルーちゃん香里さんが呼んでるよみたいな、香里さんとみなるさんとかはそのメイク室でね、あのメイクされてたのかな。そしたらみくりちゃんがいて、香里さんにも会えて、みなるさんにも会えて、もう本当にね、もうすっごい嬉しかったの。そうで、みなるんさんとは本当ゼロポジ討論会で、ゼロポジ討論会でみなるんさんが卒業されて来てくださって、でその時もちょっと話してたんですけど、あのまだねあれなんですよ、あのそっから会えてなかったので嬉しかったし、あのまたご飯行こうねって約束もしましたし、なんかみなるんさんのが卒業されるってなった時に、なんかフリーペーパーの取材みたいなので、なんか写真集見たいって言ってくれてて、あの何人かあげてるうちの一人だ、それをすっごい覚えてて、で、パルコでゲットしたんですけど、それがすっごい嬉しかったので、みなるんさんとゆっくり話したのが本当に嬉しかったし、でもなかなかねあんまり話せなかったから、連絡してってまたそうてくださった、本当に嬉しかったし、もうめっちゃ嬉しいこと言ってくださって、ちょっと泣きそうになっちゃったんですけど、そう会えて嬉しかった、かおりさんにも会えて嬉しかった、みことさん本当に面白くて、しかもその K2 公演をルカさんの時にね、あの関係者のところで見てたから、そう余計に今日が楽しみだったし、なんかほんとすごいなと思って、アイドルってなんかすっごい輝いてて、自分もこんな輝けてるのかなってふと思って、素直にあ、なんかルカさんの卒業公演で泣いちゃったけど寂しくてね、会える機会も減っちゃうから、でもなんかそれまでなんか悲しかったけど、でもなんかアイドルっていいなってすごい思って、そうかな今日は。で本当に K2 公演って本当にいい曲ばかりで、なんか見せる曲ダンスはもうダンスだけど、本当なんか自分がアイドルしてて、君は未来に試されてるとか、消えない虹を心にかけてとか、あってるかなフルネームとか、なんかあの素敵、すっごい僕らをつなぐものとか、もうなんかもう本当にキラキラって感じの曲が多いから、すっごい歌えて嬉しかったし、そうでも今日はすっごい緊張しちゃう、2月と同じぐらい緊張しました。でもサビとか同じ振りだったりするから、そこはなんかその前よりは余裕を持ってたけど、とっても緊張しましたね。そう、 S 公演もいいけど、そうやっぱしかもなんか K2 公演は研究生の時アンダーで1回も出たことがなくて、だからなんか正規メンバーになって、しかも8年目でこうやって K2 公演出させてもらうご縁があることがすごく嬉しいし、
いろんな本当経験させてもらって本当に嬉しい。大雨今来たの？え、今来たんだ。で、今日は本当にお腹空いてるので、ちょっと食べます。そう、始まる前もなんか時間あったはずなのに、なんかご飯一口しか食べれなくて、お弁当の。るーちゃんが一曲一曲をそげて大事に歌ってるから、いやもう本当に一曲一曲に命かけてるんですよね。これ大好き。あ、4月だ、そういえば。4月もよろしくお願いします。ショールームしてる時と公演してる時はなんか全く違う気が。ほんと。でもそうだよね、今はもう本当にオフって感じなんです。あとね、お見送りでね、ファンの方がね、8期当選したよってね、ルカ推しじゃない、ルーちゃん推しじゃない方も8期行くねってね、今日来たのかな、当落。みんなどうでしたか？そうとかね。おいしい。みんな当たったの？嬉しい。みんなに会えるということ？ 8月8日、パチパチパーチ。あ、で今日ね、ちょっと言ってもいいことなのか確認をしたいと思います。はいはい。今日ね、朝の4時に4時起きでお仕事をしてきたって言ったんですけど、あ、そう、もう発表されてるよね、初見です、ありがとうございます。今日はなんと、今日の仕事はですね、8月8日に8期生のパチパチパーチーのコンサートがあるんですけど、そのプロモーション、その一環として、ですね、今日はですね、そう、一宮で、声が裏返っちゃう、朝から一宮でね、そう、一宮ケーブルテレビ、あ、もう知ってるのか。あ、じゃあみんなの知ってること教えてください。いや、分からん、どこまで行っていいか分からないから。そう、今日は一宮でお仕事だったから、もう朝の6時とかメイクバッチリ。そう、 ICC チャンネル12マチネタプラスに、7月5日オンエア金曜日、17時と18 9時と21時と23時です。メンバーは、そう、ゆずあみおまるーちゃんです。あ、公式に情報出てたんだ。
そう、どんなことしたかみんな知らないよね。うん、ちょっと怖いよね。あ、てりまかし、海外のファンの方がコメントして、てりまかし、てりまかし。そう、みんなの知ってる情報に答えてる。ルーさんを転生しても8期でさ、8期ですか。転生しても君が、君が好きな僕だ、それがどんなキャラでどんな異世界だって。転生しても、今日はね、一宮で朝から仕事してきたんですけど、一つ言えるのは、本当公演したのかっていう汗をかきました。これはね、何のネタバレもなってないですから、みんなの妄想が膨らむので。あ、 YouTube でも見れるんだって。放送後に YouTube でアップされるらしいで、はい、だから今日はね、一汗も二汗も三汗も四汗もかいて、朝から頑張ってきました。楽しみにしてください。そう、一宮に行けて嬉しかった。 ICC チャンネル12、マチネタプラスという番組です。楽しみにしてくださいね。多分行っていいのかもしれないけど、内容はちょっと怖いからやめときます。多分行っていいと思うんだけど、わかんない、ダメかもしれない。そう、あの一宮津のゆずぽとみおちゃんプラス私とあみちゃんで行ってきました。いや、でもルカだけかもしれない、汗かいたの。いや、でもやっぱり普通に夏だから暑いからね。みんな暑いって言ってた、そういえば。ルーちゃん一人暮らしで、その時間、もう本当にだからなんか普段しないような体勢で寝て、でも4時起きだったけど、1時半とか、ん？ 2 時半にぐらいに眠りについて、なんか逆に5時間睡眠とかだと、もし起きれなくて遅刻した時とかもあれだし、なんかもちろん今日ね、時間がない声だったから、なんかいろいろしてたらそんな時間になっちゃったっていうのもあるんですけど、でも朝から8期ちゃんと一緒だったから、すごい楽しくて、めっちゃ楽しかった。なんか途中コンビニに寄ったんですけど、みんなでなんかスナック菓子食べて遊んだりしてました。で、今日ね、ゆきさん楽屋でね、おしゆきさんがいてね、一緒に喋ってたんですけど、ゆきさんが、ルーちゃん絶対にいつか遅刻するよって、もうめっちゃね、あのね、圧かけられたよね。だからね、気をつけるよと思って。そう、面白かったな、ゆきさんとおしりんさん。今は眠くないの。え、みんなと喋ってあのご飯食べたら眠たくなくなったんですけど、でもルカはめっちゃ最強なの。見る、みんな近くにあった。あ、今ないかな。私無敵なんですよ。じゃん、あ、目覚まし時計2個持ち、イエーイ。
これは枕の下にこう置いて寝ると音じゃなくて頭が揺れるんですよ。これをゆきさんにおすすめしてみました。これめっちゃいいです。そう、あとマジの、ま、あの本当の爆音とかじゃなくてマジの爆音、マジの爆音、ここがめっちゃ重要なんですけど、こちらがねあのちょっと反射しちゃうので、あのマジのあのマジの大音量の目覚まし時計、もうこれかけ忘れた時は本当にやばいんですけど、とかもう本当にあのママがね起きれるように祈ってって言ってくれたから祈って寝ました。祈ることが大事だなんだと思う本当に。いやもう本当にやばいよ。え聞いてみる爆音。いやでもねこでもねうるさいの本当に。隣で変な方する。え本当に絶対聞こえてると思う。あのホテルとかもさ絶対聞こえてると思うんだよね。でもさ本当にさ偉いと思うルカ。あのなんか朝もちろん眠いけど、あの起きた時起きて二度寝しなかった時の時、朝全然眠いから、眠いまま起きるけど心の中もよしよし起きたみたいな、よし起きる立ち上がったこっちの勝ちだみたいな気持ちになります。そうえ使ってる、えこれ使ってるの、あれもそううるさくて逆に焦って止めちゃうの、そう焦ってやばいやばいやばい聞こえちゃうみたいな、止めちゃう。あでもなんか爆音って言い過ぎたかな、そんな爆音じゃないのかな、わかんない。本当にあの起きれるようにな目覚まし時計買ったので、あのおすすめあったらぜひ待ってます。目覚まし時計欲しい。なんか完全に立ち上がって両足つけるまでなんかアラームが止まらない目覚まし時計とかもあったんですけど、そうなんか体からなんか自分が行動に移すより体からってなんか これとかは枕の下に置くだけであの揺れてくれるんですけど、これは大人しいブルブルブルって、こんなちっちゃいのにめっちゃね振動きて、しかもこれ 2回までできるの。だから例えばまあ朝の7時集合だったらまあ2時間前に起きるとして、で2時間前とか5時に起きて、でも二度寝した時用に1時間前の6時とかに2個アラーム設定できるんですよ。それがね ありがたい。と携帯のアラーム、もう小刻みにアラームかけて今はそう起きれてるんですけど、なんかアラームが鳴る10秒前くらいに気配を感じておき鳴る前にすんなみする能力あるのよね。ねえそういう方いますよね。でもルカもそういう時たまにある、たまに。ミヤビームが仲良くしてもらえて嬉しいと話してる。え？私の赤ちゃん。めっちゃ好きな写真があるんですよね。まだ世に載せてない。自分だけのものにしてる。なんか普通に楽屋で過ごしてたら、え？待って可愛い撮らせてってスタッフさんにが言ってくれて写真撮ってくれた写真をルカも欲しくて。あのくださいって言ってマネージャーさん経由でいただいたんですけど、あるんですよね、とある写真があるんですけど、いつか載せよう。えでも載せたい、可愛いから。あのルカの上にミヤビームが座ってて、あのトーク会の休憩中にでミレタンも来て、うーんって可愛いあのよしよししてる、本当に楽屋の様子をあのスタッフさんがえまた撮らせたって言う
撮ってくれたショットがあるんですけども、それお気に入りすぎて、え、そうなの、うん、お気に入りすぎて、そう、そう、だからみんな X にいつか載せる時が来たら、あの、楽しみにしててください。いや、スリーショットの、そう、スリーショットなの、そう、マネージャーさんに、あの、今日あのミヤビームとあのミレータムと一緒にいた時の写真くださいって、あのスタッフさんが撮ってくださってたんですけど、もらえますかって言ったらいただけて、そうなんでしょう。で、あの、あとは話したいことは、あ、ローモバ、ローモバで私今バラの騎士があの処刑されるんですけど、捕まっちゃって、しかもそれもね、あとね1時間58分7654で処刑されちゃうんだけどさ、見てみんな。そう、しかもさ、なんかちょうどなんかそのバラの騎士に捕まった時が本当に時間がない声の練習をしてて、あの本当にたまたまその時だけローモバに全然集中できてなくて見れてなくて、そしたらさ捕まっちゃっててさ、本当に悲しくて、だから復活の身があれば大丈夫なっぽいんですけど、でも処刑って本当に永遠に消えたりとかしないですか？だから今3日間も張ってます。え、待っとけば帰ってくる、本当に？そう、もう絶対忘れないから。結構バラの騎士さんがいなくなったら結構泣いちゃう。そうそうそう、戻ってくる、本当に戻ってくるよね。そう、でもそう、ヨコニャンとかも捕まったみたいな、アミとかも聞いたから、そう、あのちょうど8期と一緒にいたから、あの教えてもらったんですけど、そう、大丈夫だよね。で、今までさ、ちょっとなんか育ててさ、育ててるじゃないですか、やっぱヒーローたちを。そういうのも復活する？うーん、ああ、そうなんだ、ありがとうございます、すぐ教えてくれて。2回釈放されて書いて、あ、そうなんだ、不調すぎて失礼もやった、本当だ。うーん、でローモバもね7月10日までなので、あと8日間頑張りましょう。ありがとうございます、すでにいっぱいやってくれてる方、の広告のね、掲載が決まるのでポイントで一緒に頑張りましょう。そう、ということで30分したかな。
寝るの？でもそうだよね、みんな明日お仕事だよね。みんな明日早起きですか？見てくれてありがとうございました。なんかアイドルっていいなって本当に思った。やっぱ歌って踊ることが好きなので、なんか前もよく話してるのかな、るか、いろんなアイドルがいる中で48グループにに入りたくて、どうしても。その理由がなんか本当にキラキラした衣装に憧れてて、でそれでなんか劇場公演がね、48グループ公演が、公演ってものがあるじゃないですか。で毎日やってて、毎日アイドルしてる姿を、衣装着て、しかもめっちゃ近くて、ファンの方と、あの劇場公演がに憧れて入ったのもあるんですよ。で SK48 が私を救ってくれて、で今は本当に心の底からあの嘘1ミリもなしに、もう本当に SK48に入ってよかったって、 SK48 の8期生のオーディションを受けて本当によかったって思うんですよ。しかも本当になんか最後のオーディションだと思って受けたから、もう本当にアイドルのオーディションも絶対最後って決めて受けたんですよ。本当に結構重要なんですここが。そう、しかもなんか最初はなんかやっぱりまだ中学校3年生だったし、なんか地方に出ることが、なんだろう、九州なら大丈夫だけど、その例えば AKB さんだったら東京受けて、東京にもし受かって引っ越すってなったら、お母さんたちついていけないってなって、無理ってなって、でも今まで落ちてきて、いや受かるわけないからみたいな感じで、もうそういうことは考えずに、でも最後だから、その腹くくってみたいな、そういう気持ちで SK48 を受けたんですよ。なんかあれか覚えてるのが、8期生のオーディション募集してすぐじゃなくて、本当に締め切りギリギリに送った記憶があって、しかもなんか絶対受かりますようにって気持ちよりも、やっぱあの今まで挫折したりとかしていっぱい落ちてきて、いっぱいあの悔し涙とかしか流したことなかったから、あのだから本当に受かる奇跡ってあるのかなっていう気持ちで、なんかあのあんまりその期待しすぎて落ちた時が本当にショックなので、そうでも本当に最後だよって、これでそうで本当に腹くくって、あの家族で SK の8期のオーディションを受けたので、で本当に合格して、だからもう合格してさ、もうなんかそうで高校1年生になるタイミングだったから、そうすぐ愛知県に行かなきゃいけなかったんですけど、でも最初はね、全然なんか自分もすぐ愛知に行くって思ってなかったし、その受かるっていう気持ちで逆に期待せずに受けてたから、もちろん本音はもちろん受かりたいですよ。でも本当にこんな、なんか受かる、やっぱアイドルもう全員がなれるわけじゃないのを、もういっぱい何度も痛感してきたので、だから本当にあのなんだろう、奇跡、もう本当に多分人生の中で SK48 の8期生にオーディションを受かった時が本当に人生で一番嬉しい時で、もう一番人生で一番悔しい時は本当にドラフト2期候補生で落ちた時、これを超えるものは出てくるのかってぐらい本当に
なんかそれがあるから頑張れてる。もちろん嬉しいこともあるし楽しいこともいっぱいあるんですけど、なんかその悔しい気持ちと隣り合わせでずっと来たなみたいな。今までなんかさ辛いこととかあってももちろん辛いけど、その時は辛いけど辛くてそのなんか過去の挫折したことは思い出さないけど、こういう時に振り返るとあなんか辛い経験できるのも、本当に幸せなことだなって思うんだよね。そう老後の話してたと思ったら王立の話変わってる。それな早すぎる展開がこんな夜遅いのにね。だからそうだからなんかまだまだ輝きたいなって思うんだよね。しなんかあのファンの方がつくってことも憧れてたので、なんかなんて言うんだろう、なんだろうファン時代にアイドルにファンがつく関係、なんかそのなんか関係がなんかもうなんか憧れてるか、なんかすごいなってすごい思った記憶があって、だからもう本当にいつも応援してくれるみんなが本当に大事だし、みんながいないと私は生きていけないので、ルカだけは見ててください。これからも楽しませるのでいきなり熱くて真面目な話うーん、そう嬉しいな。そうなの、絶対アイドルやめない。めっちゃ聞いてますイコラブさんの、絶対アイドルやめないで優しいと思う、なんだっけ、全部全部君世界一だよ。ということで皆さんありがとうございました。おやすみなさい早すぎ急すぎってことで、皆さん明日も頑張りましょう。ルカも頑張ります。明後日は S 公演です。待ってるね。おやすみなさい皆さん、ありがとうございました。Q2 公演また出れますように。本当に K2 公演楽しかったです。 K2 ファンの皆さんもとっても嬉しくて、あっという間で見てくれて応援してくれてありがとうございました。おやすみなさーい。